レッド湖、シンクホールあるいはドリーネは、石灰岩、ドロマイト地域で地下に空洞が発達し氷層が崩落して生じる、陥没湖である。地下水による侵食、あるいは何らかの科学的な変化によって、地下にある岩石、または空間が崩壊し、地表にまで到達する、大きな穴が開く。カルスト地形においてしばしば起こる。 鉱山跡や採石場跡が陥没した時など人工的な構造物に由来するものもシンクホールと呼ばれる。カルストに由来するシンクホールと区別するため英語ではドイツ語に由来するピンゲと呼ばれることもある。湖障や海にも発生する。海面下のシンクホールはブルーホールと呼ばれる。床ン半島の底平な石灰岩自体に見られる。陥没穴は セノーテと名付けられており、地下水が溜まった天然の井戸、泉となっている。また、道路に埋設した上下水道管が壊れて漏水し地盤が崩れて発生する場合や、高層建築物建設に伴う施策によって地下水が抜け地盤沈下を起こすことで穴が開く場合があり、これらもシンクホールと呼ばれることがある。大韓民国では近年人為的な要因から発生する。 シンクホールが増えており、社会問題となっている。ドリーネは谷を意味するセルビア語ドリーナに由来し、英語では落ち込み穴を意味するシンクホールが用いられる。フロリダ州では石灰岩などで構成される岩盤が酸性の地下水による浸食を受けて地面の陥没や穴の出現が再三起きている。特にヒルズボロ群は陥没地区と呼ばれるほど多発しており、 フロリダ州の上院保険、銀行委員会の報告書によると事故による保険金請求件数全体の4分の3がシンクホールによるものである。多発地域日本では石灰岩により自然的に発生するシンクホールは少ないが、鉱山跡、採石場跡、下水道管路、地下鉄工事現場などではシンクホールが多く発生している。 ごく浅い場所で採掘するアタンの採掘場所の跡地での発生が多い。北海道の炭鉱跡地など炭鉱が大規模な場合はシンクホールも大規模になる。市街地でもかつて採潭や採石が盛んだった地域はよく発生している。例えば、アタンで有名なカニ群三竹町、大谷市で有名な宇都宮市大谷町、炭鉱で有名な北海道夕張郡や福岡県。 地区地方などで発生している。陥没を避けるために、行動後に地下水充填などの対策があるが、工業とともに町の産業も衰退した自治体では、そのような予算がない場合が多い。もし自宅などがシンクホールの底に沈んだ場合は、特定郊外として、工業法第109条に基づき、行政の支援が受けられる場合がある。日本国内では、 下水管に起因する道路陥没事故が年間4000から5000件程度起こっている。主なシンクホール、陥没事故2016年11月8日に福岡市博多区で発生したシンクホール2007年2月23日、グアテマラシティの住宅街に深さ100メートルのシンクホールが発生、5人が死亡した。2010年5月30日には、 グアテマラシティの工場地帯で直径20メートル、深さ30メートルのシンクホールができ、3階建ての工場がそのまま崩壊し15人が死亡した。熱帯低気圧がもたらした洪水と下水道管の管理不良が原因であった。2014年11月、ロシア中部ペルミ地方、ソリカムスクのカリウム鉱山で巨大なシンクホールが出現。 12月には幅80メートルに達した。2015年2月20日、韓国ソウルで突然歩道が深さ約5メートル陥没し、バスを降りたばかりの男女2人が転落した。ありがとうございます。